え、その携帯なんでこんなやばくない？この携帯おかしくない？だってついてるもん、こっちバッテリーの電気ついてるから。何この携帯？終わったのよ。え、嘘でしょ？え、この携帯おしまい？ちょっと待ってよ。待って。嘘、壊れたのこの携帯も。いや、でもちゃんと充電できてるんだけど、時間が。何それ？携帯も壊れたの？やば。何それ？でもちゃんと充電できてるけど。な、携帯もおしまい？あまりにも遅いよね、作るの。やば。え、この携帯古いの？古いと思う。あ、古いやつ結構充電遅いよね。遅い。70% ぐらいバッテリー。これ水が入ったりとかした？してない。あ、じゃあ大丈夫。壊れてないんだけど、バッテリーがないっていうの。本当だ。あ、ちょっと待って。どうした？あのさ、ごめん。タロットカードしたの。うん。23時半から24時の間に、ですっていう風なあの予言があったの。あ、デスカード。デスカードよ。何かが終わるっていう風な、意味の暗示のカードなのよ。リスワンが終わったよ。これかも。この携帯かも。携帯電話が死んだが。いや、ほんとほんと。あ、注射だ。あらら。運命だったってことだね、これ。注射もしないといけない、またし。注射の時間だね。ちょっとね、とりあえずあんたお風呂どうすんのよ。髪の毛入るでしょ。で、あのエンディバー行ってみる。ランディバーだけ。ランディバーに行くある。ランディバー行く。ランディバーでね、仕事ね、お願いしますね。ランディバー行く。あ、匿名さん、ありがとう。ランディバー行く。ランディバーどう。ランディバー行く。とりあえずリタ行く。リタリタに行きましょうよ。リタランディバーの行かないよ。リタ行く、ね、でカフェに帰るの、うん、なんでランディバー行ってどうするの。じゃあ、ここで働くんでしょ。ランディバーで働くのと働けるかもしれないでしょ。行ってみる一回、ね、コートはコート送り、コートも送りましょう。今住所が、あ、そう、わかんないもんね、うん、それかランディさんの家に、あの部屋に、あの部屋じゃなかったっけ、ランディさんの店に置いといて、取りに来てもらえば。何を。え、ラムティアン。あー、ラムティアン。そっちの方がさ、あー、その方がいいのかな。あ、その方がいいのかしら、あー、その方がいいのか。ラムティアンからしてもね、いいんじゃない、そっちの方が。あー、なるほどね。あそこら辺だもんね。うん、なるほどね。あ、そう、確かにそうだね。あなた、うん、なんで、ね、あ、まいちゃんありがとう。イルミネーションナビありがとう。どやっさどやっさどやっさ、まいちゃんありがとう。新しいやつ。いや、この新しいやつ、ね、新しいやつだね、これね。ほんとなんかちょっと違ってるね、エフェクトが、ね、これ新しいアイテムだね。あ、本当だ。そうでしょ。そうよ。ちょっとあれだね、あ、わせいちゃんありがとう。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。ね、いや、とりあえずでも行ってみようよ。行くね、ちょっとだ、多分ね、つなちゃん多分あの誰かがちょっと背中押さないと、何も多分しないと思うよ、この人ね。今ですら何もしないから、ね、そうそう、もう帰ろうとするからね。でも一人でランディバー行くのやだ。なんでよ、いるじゃん、私たちが。でもいなくなるじゃん、まあ、そのうちね。うん、でもそのうちあなた一人でね、やらないといけなくなっちゃうじゃん。なんでもそうだけどね。え、でしょ、いい、ね、いい大人なんだから。そうだよ、あなた大人なんだからできるでしょ。そう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 、ねえ、行きましょう。とりあえず行ってみようよ。ね、話聞いてみようよ。そうだよ。だってあなた配信できてんじゃん、一人で全部。そうだよ。ずっと充電つかない。もう壊れたのよ。怖いよ。壊れたのよ。なんで？え？そなちゃんちっちゃいね、本当ね。どういうことなの？ちっちゃいね、小柄でね。うん、ちっちゃい。こうはこうじゃない。だから体重は最低40キロぐらいまで落とさないと。40いったらいいの。でもさ、うち40キロあったらデートしてくれって言ったじゃん。40キロで、腕組んでみたら58。腕組んでみたらどう。今58キロ。58、ね、うん、ね、腕組んでみたらどう。18キロ、マイナス18キロ、ね、腕組んでみたら。35歳にしてね、ちょっと腕組ませて。いや、な
なんで嫌なのよ、なんで嫌なのよ。だって断られるもん。なんでよ、いいじゃないの。ダメなの。すごいって言われるもん。だってね、痩せてくれないとね。え、そんな太ってる？うち太ってるよ、めちゃくちゃ。全然太ってないよ。だるんで。私の方太ってんじゃないの。ひーちゃんはね、うん、いいんだよ。何なんで？ひーちゃんはだってね、何がいいのよ。ね、ん？何がいいの？ひーちゃんあれなんだ。適当だな、ほんと。ほんと。え？携帯これやばいね。何が？これ携帯電源ついてないじゃん。すごい不安なんだよ、さっきから。この携帯やばいね。見て、皆さん。電源が入んない、この携帯。充電器のさ、紐が長すぎてさ。もう10分経ってるよ。10分間。なんでだろう。10分経って、ね、全然つかない。携帯が。これ。なんだこれ。これバッテリー古いな。古いね。ハロー。バッテリー交換した方がいい、これ。はい、ね、これバッテリー交換した方がいいわ。 iPhone いくつそれ。そう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 、 iPhone7 それ。 7? 7かも。わー古いわ。旧石器時代だわ。確かにね。うん、あ、だからだわ。せめてやさ、 SE に変えればいいのにね。うん、 SE か安いのにな。いやいや、全然1000は全然普通にちゃんと繋がってるのよ。7だからすごいバッテリーが死んでる。じゃあマジさ、つくよね。それ6S？ え、わかんない。セブンのって言ってたよね。あ、そう。つかなかった。つもな、これ。 6S か、古いな。 6S？ もういつの時代の携帯なの。え、6S ってもうさ、うんうん、あれじゃない。何よ。もうサービス終了するんじゃない。あ、サービス終了したの。そうなの。え、6S ってもうサービス終了するやつじゃないっけ。もうバッテリー交換とかしてる。してない。してないわよ。だからよ。終わったね。終わったわね。終わったね。ちょっとあなた配信者としてこれは大事よ。だってこれさ、うちはこれが一番稼ぐ道具よ、この携帯が。どうすんのこの携帯。あ、8以降なんだって。それ以外サポートも無理だって。あ、8以降じゃないとサポートもしてない。そう、つかないんだって。あら、まあ、終了してるんだって、もうあの8前は。じゃあ終わりじゃん。どうするの。だから直に携帯これどうなるの。じゃあおしまい。携帯おしまいにはなる。使えるけど、うん、もう今後のアップデートができなくなる。あー、そうなの。別にいいけど。いや違う、ふわっち使えなくなるよ。え、なんで。だってふわっちだってさ、どんどんどんやってるね。アップデート更新してるからね。互換性合わなくなったら終わりだよ。確かにそうだよね。アミカチューちゃん、ありがとう。ね、一回 SIM カード抜いてみたとかさ。 SIM 抜くの。いや、抜くのにちょっと器具が必要だから。そう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 、ピンが画鋲。画鋲みたいな。画鋲ね。画鋲痛いからな。ね、一回ランディさんの店ちょっと充電させてもらいましょうよ。ランディさんのピアス借りる。うん、あれかも。電圧の問題もあるよね。うん、電圧の問題。電圧の問題もある。うん、あるある。あ、ミカチューちゃん、ありがとう。なんで、ドヤサドヤサドヤサ、ありがとうございます。ありがとう。私の一回この線貸してもらえる。私のね、携帯でこれできればね、で大丈夫じゃん。でしょ。ひーちゃん、俺持ってるわじゃん。できる、見て、ほら。あ、本当だ。やってる、ほら、見て、ほら、見て、できてる。何これ。え、すごいの来た。すごい、何これ。わ、イルミネーションだって。すごい綺麗。これ何。え、すごい綺麗じゃない。何もの。すごい、ありがとうございます。5000円アイテムじゃないや。すごいエフェクトね。ありがとうございます。5000円。ありがとう。綺麗だね。はい、でもじゃ充電できてるってことだよね。そう、充電はできてるから。ということは、あなたも携帯できてるから。ひたすらでも待ってればいいんだよ、待ってれば。待ってみるね、うん、お風呂も入ろうね、今からね。綺麗にしようね。綺麗にしてね、配信もつけて美しくなってね、みんなからもらいましょう。何か、じゃあこっちじゃないと通れないと、うん、救急車よ、私たちね。救急車乗る、乗らないから、私たち別にね、うん、頭も全然ね、大丈夫だよ。おかしくもなんともないし。そうよね、シャワー浴びて、そのコートもか、あのね、なんとかね、やり方を考えて。分かった。ラムネちゃんの連絡先知らないの、中村くんって。知らないんだね。あ、バカボンちゃん、ありがとう。なんか私も知らないんだよね、連絡先ね。あ、今から駐車するとこ、私もブスッと。何が駐車って。あのオゼンピック。あ、オゼンピック、うん、え、あれ一週一じゃなかったっけ。一週間に一回、今日木曜日だからやらないと。もう一週間前にやるの。お腹、うんうん、え、何、うん、何すんの。食欲減退注射。そうなるの。あるの。あれでさ、もう私糖尿だから今もう3キロ減ったのよ、この1週間で。私すごくない。
オゼンピック100、ね、今3だったんだけど、うん、100今 100.8、 すごいよね、うん、すごいまだ3桁よ、アプティンチありがとう、花火どやさんどやさんどやさん、ありがとう、ありがとうございますね、待ってて携帯を、ね、状態です、ずっとね、やばいです、ね、これでお別れしたらどうするのあなた、こんなでしょ、切なくない、いやそもそもあれ俺のやつだからさ、ごめんね、戻るよね、切ないでしょあなた、やっぱり寝かせに戻るしかないよね、でしょ、切ないでしょ、でこっちよ、リタリタ、リタこっち右よ、リタ、そうそうそうね、ここで立ってみる、私ですね2人でね、津田ちゃんとかしね、売春婦としてやってみる、ここね、すごいね、なんかもうなんか売春通りみたいになってない、ここそう、ここね、ここすごいのよ、何が何が、ここの大久保通りの、ここの大久保公園なんだけど、だってさ立ってるのみんなここで、えこれ立ってる人じゃないの、立ってるみんな、前より増えてない、増えてる人めっちゃ増えてる、えって普通に立ってる人だけだな、いやあのみんなね体打ってるんだよ、えそうなの、マジ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 、あれ全部立ってる女性いるじゃない、うん、全部そうなの、えそうなの、マジマジマジ、1号とかでやらせてくれる、うん、そう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 、そう、すごいな、なんで警察も見て見ぬふりなの、なんかあんのかな、いやもうだからもう手に負えないんでしょ、手に負えないんじゃない、ありすぎて、うん、あいろんなところにいすぎてさ、あのコロナ前より増えた気がする、私すごい回数、ね、なんかしかも、ね、もう警察もねここで何回かやってるらしいんだけど、やっぱり消えないんだってでしょ、うん、やっぱりいやコロナだよ、コロナで増えた感じする、ここら辺もっとコロナの、うん、コロナでね、やっぱり風俗嬢たちキャバ嬢とか風俗嬢防げないんだって今、あそうだから、だから売ってんの、売ってる、だってあれだもんね、天引きされるもんね、売ってもね、だここだと多分全部もらえるもんね、そうバッグが、うん、あでもケツ持ちいるみたいで、あヤクザいるんだやっぱり、ヤクザじゃない半グレだって、うわ怖ー、ダメよほんとね、ヤクザが絡むとみんな捕まっちゃうから、うん、あだからか、タッチ一番悪いじゃん、そうだから半グレ、あここここ、ここ、うん、ね、ここそうなの、立ち悪いじゃない、本当生々しいトークでした、すいませんね、ここここ、これ、リタってこれ、ランディ様のバーリタ、ね、ちゃんとしたとこだよ、うん、らしいよ、4階ね、そうそうそう、ツナちゃんはそういうのしてないの、失礼ね、本当ね、もう本当なんかもうあそこにね、いるおっさんとか気持ち悪いじゃん顔、気持ち悪い、分かんない見てない、そんなに、いや俺はマジでね、見てください皆さん、見たんだけどね、気持ち悪いんだよね、上上がりますよ上へね、あ赤土ちゃんやめちゃったのこのお店、これやめた、赤土ちゃんとお店やめたのかな、知らない、ランディーバーって赤土ちゃんの情報全く知らないの俺、赤土ちゃんいたもんねこの店で、そうなんだ、うん、いた、エンディーバー、ランディーバー、エンディーもらえばよく分からないね、ほんと酒臭めっちゃ酒臭いやん、いっぱい飲んだね、ランディさん？いるのかな？誰もいないよね。ランディさんいるの？こんにちは。はい、こんばんは。ランディさん？開けっぱなしここ。開けっぱなしにどっか行っちゃった。危ないよねここ。ランディさん？寝てる可能性、寝てる可能性。こんにちは。こんばんは。いないね誰もね。結構生臭いね。廃墟？いやー何あれ、首があるよあそこに、やばびっくりした今私あの首見て、なにあの首怖っ、散乱しまくっててなんかとんでもない、ほんとなにあの首怖っ、ここ箱いいよね、うん、めちゃくちゃここいいと思う、でかい、これちゃんと綺麗にそうすれば絶対、うん、あのいいと思う、もっとめっちゃ箱いいよねここ、そうそうそう、いないね、エンディさんね、ランディさんね、エンディさん間違いすぎじゃない、そうね、いないわね、ランディさんね、ちょっとどうしたの、帰ってこないのかな、配信さっきやってなかったっけ、ここで配信してた、いや、わかんない、どっかでねえ、乗っとるここ今からダメでしょねえ、ね、不法になっちゃうもんね、不法、うん、でも開けっぱなしだからね、まあ、お金は持ってないってことでしょ、あれかな、つなちゃんと私が来るっていうのをちょっと察してさ嘘でしょ、逃げたかもね、なんかね、うん、動物のなんかこう予感みたいな、あるじゃん、なんかもののけ姫っぽいじゃん、なんかね雰囲気が、ね、ジブリにそうじゃない、あの人もののけっぽいでしょ、もののけ
そう、うん、私はほら狛江くんから豚って言われたからさ、狛江くん、うん、そうくれないの豚ね、そうそう、ジブリですかみたいなに言われたからさ、ほんとひどいわね、ほんと、ね、そうそう、ここあったかいね、ここ確かにね、そうそう、ね、誰もいない、ね、お風呂行きましょう、まずお風呂よ、お風呂行きましょう、まずどこ行ってるの、だってこの辺分かんないね、お風呂、お風呂ね、お風呂ちょっとイメチェンよ、イメチェンしよう、お風呂ね、まずお風呂も入ったらまた気持ちも変わるってね、え思わないでしょ、ちょっとお風呂入りましょう、ちょっとねえ、中村くんのこと好きなの、うん、ほら、じゃあまず痩せて、よかった、うん、40キロまず、そしたらいけるの、まずいけるよ、そしたらいけるの、どうぞいけるわ、どうぞ出てください、どうせ配信にまた出てください、どうぞ、電波がちょっと悪いね、まずは40キロよ、まずはね、まずお風呂よ、あと18キロまだ、ね、間取って20キロやったよ、いやお風呂なんかあれだよね、あの着替える服は一応持ってるらしいのよ、本当着替える服あるよね、なんかランダリーって、うん、コインランダリーってさ、なんか洗っちゃえば、何がお風呂行ってる間に、うん、あーね、え着るものないじゃん、だからね、ないんだ、え、じゃあそのリュックもらってさ、バッて洗っちゃえば、私がリュック全部バッて洗っちゃえば、もう全部、うん、どう、あなたがお風呂行ってる間にさ、銭湯があるってこと、銭湯あると思うよ、ここら辺、そうなの、うんうん、どこに銭湯あるの、ここおしこくさい、確かにね、おしこくさい、どこにあるの、ちょっとなんだっけ、調べて、でかいところなんだっけ、テルマ湯、テルマ湯、テルマ湯5000円するって、テルマ湯どうすんの、じゃあもっと安いとこ探してよ、もっと安いとこ探してよ、とりあえずグランカスタマーが一番安いんじゃない、そうグランカスタマー行きましょうよ、グランカスタマーね、うちが泊まってるホテル、あ、そうってビジホじゃなくて、あの、うん、ビジホテルの、ビジホに泊まってんの今、ちゃちゃちゃ、2カフェも、うん、普通にシャワーあるからそこ行けばいいね、あなたが、そうそう、あ、もうチェックインしちゃうってこと、チェックインしちゃうってこと、でも中から入って出てこないの、出てこないってことはないけど、出てくるの、出てくるよ、じゃあ、ほんと、シャワー入って出てくればいい、あ、その方がいいか、泊まるんだから、ね、え、どうするの、だってうち待ってるわ、私たち待ってるわ、お洗濯する、うん、じゃあうちすぐ行ってくる、その服を洗濯するわ、うん、いい、お洗濯しても、洗濯してもいいんだったらね、すぐ行ってくる、うんうんうん、お洗濯、その場所に戻ろう、さっきのところ、いいわよ、白壁のとこ、どっち、一回じゃあコンビニ行ってさ、なんか買ってあげる、あ、買ってあげれば、あ、ふーちゃんありがとう、どやさどやさどやさ、ねえねえ、グランカスタマーって、うん、大浴場もあってシャワーも100数百円なんだ、あそこはね、うちがいつも行ってるとこじゃないとこだね、あ、違うとこなの、うん、いいとこだな、そこ、うん、じゃあ元に戻るか、とりあえずは、ね、戻りましょう、ね、女性の人がね、そのか、束ね方はまずいから、ね、そうよ、お化粧もしましょう、うんね、ちょっと女らしくやりましょうよ、ちょっとねえ、うん、あ、ネカフェにあるのね、返してって言ったんだけど、うん、無理だって言われたの、なんでよ言われたの、うん、それで全部なくなっちゃったの、カラコンとかもつけれるよ、なんで、最近あのラム屋に教えてもらってカラコンつけれるようになったんだけど、うんうん、カラコンも全部なくなっちゃった、どうしてなの、からん、どこのネカフェ、いやもう近くだけど、ひどいわね、ちょっと文句言いに行きましょうめなんでよ、弁償させないとね、いやそれダメよ、勝手にそんな人のものをこうやって持っていくなんて、そうだよ、忘れちゃったからね、え、あ、こっちだ、忘れちゃったも何もないでしょう、え、お金払わなかったの、お金払ってる、払ってる、じゃだって前払い制だもん、じゃ返してもらえるじゃないの、うん、なんで、何よその人そこの何ネカフェどこなの、行った、やばくない教えてちょうだい、本当よ、今からみんなで文句言いに行きましょう、そうよ、やだ文句、おい返せっつって、金返せっつって、ね、それはないわあなた、うん、金返せっつって、それはないよね、うん、本当、うん、そうよ、そう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 、うん、でしょ、うん、ひどいわね、こんなことするのネカフェの人たちって、ねえ、ほんと、なんかグランカスタマーってさ、うん、なんかその、なんていうの、遠行の温床みたいなこと言われてたよね、うん、言ってる、あそこね、どういうこと、グランカスタマーはあそこの遠行の場所なのよ、そうだよ、え、
ね、カフェあそこ ね、うん、使われてるの。そう、めちゃくちゃ使われてる、うん、しかも東横界隈の女の子あそこで援交してお金を稼いで上納してるっていうね、有名なの。確かに受付にいる。そうそうそう、あれ見ついてるんだよ、あれ、うん、カップルみたいな。ハニュクありがとう。そうなのよ、うん、そうそう、あそこで、ね、あそこ有名なの。あそこ事件だらけよ、ね、グランカスタマー有名なところ。本当よ、うん、もう掲示板にもたくさん書かれてる、あそこに。詳しいね、やっぱりね。当たり前よ、配信者だもん、調べるもん私は。ああいうところも全部上納って、なんかその東横界隈でも、好きな女の子、あ、ジェイちゃんありがとう、好きなさ、推し弁の男の子いるらしいのよ。そこになんかお金をこう貢ぐことが結構あるらしいのよね。うん、そこでなんか生活できてるって言うらしいのよ、その上のトップのなんかあるじゃん、ね、うん、東横界隈のトップ、その白壁の前にいるやつだね。そう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 、うん、だそういうのがあるのよ、皆さん。女の子が体を打ってその体で生活してる。そう、あの貢いでるみたいなことがある。一人が取ってみんなです。そうそうそう、ね、そういうのがあるね、だからホテルの方が最近深夜受け付けるんでね。ホテルが多いの、皆さん。ホテルがもう 7,8 人ぐらいみんな住んでるのよ、あれ。やばいよね。夜中はほらいないじゃないスタッフが。だからね、みんなじゅ入っちゃう、時間を置いて入れば分かんないから。そうそうそう、うん、すごい、めっちゃ詳しいね。当たり前よ、当たり前よ。そこら辺の会話を調べないとね。そうよ、うん、ね、いる、あんなに。そうそうそう、いるのにね。そうだよ、しないもん、ね、うん、やっぱ歌舞伎って臭いね。うんこの匂いするし、おしっこの匂いするね。だからマスクしてんだよ。ほんと臭い、ここ。俺だから俺がマスクしてんだよね。え、ここに住みたいと思わないね、ほんとね。ほんとそうよ、歌舞伎町にね。マスク築地住んでると思う。ほんと臭い、ここ、うん、ほんと気持ちよ、気分が悪くなるね、ここね。そうよ、ほんと。足立区がいかにあのね、綺麗か。いや、足立区の方全然匂い、空気いいよね。空気いい、柄悪いけど。うん、柄悪いけどね、足立区も。うん、でもそんな足立区柄悪いと思わないでしょ。思わない。でしょ、家族が多いっていう、うん、ね、でしょ。静かなだけよね、あそこは。でも女性狙われるのよ、あそこ。そうなの。強姦事件が多い、足立区って。痴漢とか多いの、足立区。女の子帰り道は怖い、危ない。何？ほら、あなたこれ、これ、あなたピン飛んでくるよ。いや、うちここ前、あれにめっちゃ気入ってきたから。うん、いや、まだマシなのよ。あのピン飛んでくるよ。飛んでくるの？うん。なんで飛ばしてるの？最近名物なのよ。怖いな。チャミするアタック。何それ？あるのよ、みんな。チャミするアタック。あるのよ、チャミするアタックってあるのよ。初めて聞いたの。飛んでくるのよ、フライングして。やめてほしい。いや、ほんと、ねえ。飛んでくるわよ、くるくるくるって。バリーンみたいなあるのよ、ほんと。あるあるあるのよ、怖いのよ。じゃあ、あなたちょっとこっち行って、真ん中、ね、お願いしてもいい？ちょっと真ん中。じゃあ、こう、映らない3人で。そう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 、そう、これ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 なら映るじゃない。あ、私分かった、ワンピースどこ行っちゃったの。あら、ごめんなさい。いいのよ、別に、あれ夏服だし、別にいいの。そう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 、ね、機長に怒られた。え、機長に怒られた。なんて言われたの。え、お前みたいな、うん、物なくして、うん、貼ってあげたのにって言って、うんうんうん、怒られた。本当、うん、あらねえ、機長さん厳しいわね。機長財布買ってもらったから。あ、そっか、そう、高いやつ。高いやつじゃない。どんなやつ。財布、あ、お金なくったら、うん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 、ここからなんかぶら下げる、うんうん、財布買ってくれたんだけど。あら、いいわね。それもなくしちゃって。バカね、ほんと。何でもなくして。申し訳。どうしたの？ ADHD かも。ADHD。今流行りのね。そう。ね、みんな言うもんね。ADHD って。どこ？あ、そっち？ねえ。どうする？どうするじゃん。そうそうそう。ここに今泊まってるってこと？あ、ここなの？あ、そう？あ、あるわ。あら、ほんとだわ。結構いいとこ泊まっとるやん。あ、ねえ、私たちここで待ってようか。ねえねえねえ、それ洗っとこうか。いや、大丈夫。なんでよ。じゃ、臭いじゃないの、それ。じゃ、臭いから。汚いのよ。じゃあ、あれ貸して。洗濯物だけ貸して。
洗うから。だって本当に。じゃあ洗わないどうするのよ。不潔だって。出すから私が。不潔。じゃあその洗濯物だけ出す私がお金を。なんだよ。じゃあその中のカバンの中だけちょっと貸してよじゃあ。汚いのよあんた。じゃあ服だけ貸して服だけ。服だけ貸してじゃあ。服だけじゃあ預かる。それリュックは別にいいから服だけ。じゃあコート洗うわ。コート洗うから。ああ分かったわ。じゃあそのままさ、ランディさん。コート預かって。何時バイク？何時バイク？あ、分かんない。ちょっととりあえず一回。何時バイク？コート預けようかしら。どう洗うかな。水洗いかしら。え？コート。コート。うん、ちょっとコートちょっとあれ見るわ裏面を。エミ太郎ちゃんからもらった服なの？あ、可愛いじゃない紫のパーカーね、うん、この服じゃあ洗って着ればいいか、うん、ズボンはないの？ちょっとシャワー浴びてくるし。分かった分かった。それだけ洗ってこいってことね。じゃあ洗うわそれね。どこ行く？え？この辺にいる。白壁に集合しましょうか。白壁集合ね。じゃあ20分後白壁ね。連絡つかないから。うん、じゃあ20分後にね、白壁よ。だから10時50分よ。はーい。どこなの？何？知らないの？白壁。いや、コインラン、コインランドでしょ？コインランなんか大久保公園にあるみたいな、さっきのとこあるみたいな。あ、さっきのとこにあるの？そうそう、あるみたいよ、うん、ね、汚れてる？結構なんか茶色いよ。なんか汚れてるね、このコート。すげえ茶色いよ。これもともとこの汚れなの？ほら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 、血ついてるよ。結婚の後ついてるこれ。何なんこれ。しかもなんか濡れてるしこれ。やだ、なんだよ。変えてごらん。あーくさ。汗の匂いする？うん。嘘。あーこれダメだ。これ洗いましょう。うん。洗いましょう。ダメダメダメ。臭いわ。洗いましょう。あっち。あっちね。そうそうそう。うん。本当。いや私が臭いって相当よ。うん、ねえ。一瞬で臭いって分かったもんね。でしょ。ちょっと洗った方がいいわね。あれ本当よ。コートはダメなの洗っちゃう。ちょっとコートのあれ見てくれ。あのあれタグ、うん、どれタグ、あ、持ってて。これ高いの？何なのこれ。これ2万ぐらいするんだってよ。これコートじゃないよね。これコートなの？これワイルズレクチオン。これ穴水じゃないね。なんかすごいんだけど、これおしっこみたいな跡ない？これ穴水じゃないね。え？これ穴水、これコートじゃない。これ皆さんセーターよ、これ。これセーターだよ、セーター。コートじゃないわこれ。あ、持ってて。これ違うわ、これ。これカーディガンみたいなやつ、カーディガンみたいなやつ。何がコートなんだよこれ。うん。これ違うよ。しかもこれ中国語書いてあるよこれ。うん、これ違うよ。うん、これ穴水じゃないね。あ。ドライできるって皆さん。ドライできるよ。ああできる。じゃあ大丈夫。ね、うん。あ、なんだっけあの子、誰だっけ。何、ラムネちゃん。ラムネちゃんがね見てくれてればね。うん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 。あれなの。ラムネちゃんこの放送いればいいのにね。そう。この服で合ってんのかな。ドライはクリーニングなの？いやでもこれさ、なんか黄ばんでるよちょっと。なんか黄色い部分あるよ。黄色いシミのみみたいな。これ本当にこれ穴水なの？ひーちゃん見てこれ。ひーちゃんここほら。これコートではないよな。コートではない。これセーターだね。セーター。セーターうん、コートだって。うん、穴いっていうのこれ。コート着てる人いるでしょ。あなた持ってないの？もうあの充電器。あ、ツナが持ってる。あ、持ってるやつか。あ、そうじゃん。ひーちゃんあれじゃん。持ってないよ。そうだ。私コンビニであれ借りるわ。あるじゃん。あるあるある。あれか。ね、あれで借りればいいか私ね。そうだ皆さんね、私ちょっと。ラムネちゃん見てないかな。これカーディガンなの？やっぱり。じゃあこれは洗わない方がいいんじゃない？縮むから。カーディガンは。さあここマジでやば。どんこのニュース？ラムネちゃんいたね。え、ラムネちゃんこれはどうしたいの？さあマジやば。今ラムネちゃんいる？どこにいる？あ、本人いた。今話見てる。これだ。本人。ラムネちゃんこれって洗っていいの？いやこれめっちゃ黄ばんでる。コインランドリーでこれダメなの？洗っちゃいけないの？これどうなの？洗っていい？これダメ？じゃあ本人がいいって言えばいいの？あ、なんかお家の住所が分かんないんだって。
あ、だから送れないからって言ってて。そうよ、だからランディさんの家に置いとくから家っていうか、いやっていうか近くにいるんだったら持っていく、近くまでこれ。あ、そうだね、だったら、そう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 。これがエミ太郎ちゃんだけど、これエミ太郎ちゃんでしょ、これはもらったんでしょ、これはもらったんで、うん、でこれが、うん、これはコートではないけどね、これ近くまでに返すけど、あ、多分遠いんだ、遠い。じゃあどうしよう、私に住所、でも住所をさ教えたくもないんだろうね、きっとね。そうよ、知らない人にさ、どうしたらいい、これランディさんの店に置いとけばいいのよ。いや多分ね、今のうちだと思うのよ、このカーディガンをラムネちゃんに返すのは。もう今日しか多分ないと思うのよ、返すのね。今預かってるかな、どうする。いや私のことを信用してくれるんだったら DM くれてそこに送る、今から。私が、私は絶対晒したりしないよね、しない。じゃあ私の DM にじゃあ住所送ってくれる、じゃあ私はしていいのかな、これ勝手に。そう。私がこんなおせっかいしていいのかな。そうそう。ね。今ラムネちゃん歌舞伎の、あ、じゃあ。え？じゃ歌舞伎だったかさ。歌舞伎だよ。そう。うん、今歌舞伎なのよ。歌舞伎だよ。ナウで。ナウなのよ。あ、直接これ返せるよ。返せるよ。それか近くまで行くよね。いや暇だし。そうよ、あ、住所がいいのね、分かった。やっぱ嫌なのよ、今ちょっとお化粧とかじゃない。あ、ラムネちゃん鍋ありがとう、どやさどやさどやさ、ありがとう。じゃあ住所を今送ってもらって、じゃ今ちょっとじゃあ送るわ、もう送っちゃおうよ、もう、うん、ね、うん、もう運を言わさず送っちゃいましょう、ね、もうね、濡れてるし、うん、これやだ。そうよ、いやいや、ここいクリーニングってなるとまた後日になっちゃうよ。そうだよ、だって今クリーニングやってるとこないしよ。いや結構こういうクリーニング系はね、あのこういうあのなんだろう、すごい、でもちゃんとしたやつは結構時間かかったりするのよ。俺だって捨てるけどね、これ。いやこれ結構時間かかると思うよ、毛玉すごいし、これ。いやあのね、時間かかっちゃうから、もうだったらもう今もう送ってのがどうなんだろうね。もう送って自分でやった方がいいよ、これだってすっげえ汚いよ、これ。捨てれるレベルで汚いよ、これ。これ洗ってもいいならもう洗うけど、見てこれ、もう縮んじゃうかも。縮むし、なんかすごい黒ずんでるし、ここの部分とかね。これ洗う、どうする。正直もう捨ててもいいレベルで、どうしようって。あのクリーニング今から私たちコインランドリー行くのよ。そうよ、だこれもし洗ってもいいって言うなら洗うけど、うん、一緒にどうする。洗わない方がいいよ、一回これお湯つけない、お湯にあのお消しクリーンとかでつけてないともっと汚くなるよ、これ。これあの毛玉が、毛玉どこじゃない、もう全部なんか汚れのよだれみたいなとか、いいのかしらと。洗ったらダメなのこれ。じゃあ一回このままで送ってクリーニング出して、クリーニング出してきれいにするのが一番いい。洗わない方がいいの。うん、いい、洗わない方がいい。じゃあ郵送にしようか。そうだね、じゃあ郵送にするね、これ。郵送、今郵送で送っちゃいましょう。そうね、郵送で、ゆうパックみたいなの送っちゃいいね。で着払いで送ればいいの。いや着払いね、でも俺たち関係ないからね、ツナはツナでさ払うのもないから、もう着払いで送るしかない、ね、まあね、うん、え、この服だけ、この服だけ、オッケー、うん、ね、着払いでいいのね、本当に着払いでいいのね、うん、ね、でもこれだけだったら1000円でいける、いける、1000円も多分いらないかも、いらないかも、これだったら全然いける。これぶっちゃけ言ったらよ、レターパックあるじゃん、あの郵便局の、うん、あの500円のやつ、うん、あれに入れればいいんだよ、これ。そう、みんなそうだよね。そうそう、そうしたらいいんだよ。それなら私やったけど、いや、いけるよ、レターパックで、ね、あ、赤いやつ、うん、あの青はいけないんだよ、うん、あのセンチがあるから、うん、赤はいける、うん、いや、例えば無理かな、無理か、無理じゃなくない、普通にいけるくね。
いや、赤ならいけるよ。あ、いけるよね。うん、赤いけ、畳んだらいける。いける。赤でも全然いける。だってあのカバンの中入れるんだから。そう。あの黒いカバンに入るから全然大丈夫だよ。いける、いける。これ。じゃあ私が出すわ、あの赤いやつ。それで送ればいいわ。パッと。パッと。そしたら届く。そう。明日。明後日ぐらい届く。これだけ洗いに行って、そうね。それだけ洗うのもいいよ。でもつなちゃんもうすぐ来るよ。あ、そっか。もう36分だもん今ね。そうそうそう。これだけ送ってこれ返せばいいんじゃない？じゃあ今私レターパック買ってくるね。そうそうそう。つなちゃんにさした方がいいこれ。あ、これ？どう？どれ？つなちゃんにこれは全部すべてね、彼女にさした方がいいと思うよ。やらないじゃん。じゃあ。あの皆さん ね、皆さんよろしい？やるんだったらもう皆さん最初からやってるのよこれ皆さん、うん、そうよね皆さん、もうしょうもないやつなのよね皆さんやってるのよ最初からこれはもうえ、うん、でしょ、まともなやつだったらもうやってんのよ、うん、この偽善者ひどんなが、うん、今からね送るから待っててちょうだい本当ね、うん、みんなからいい人っていうふうに思われるように頑張るわ、そうよそうよね、ちょっとそうよ、あ、住所送ってくれた、住所送ってくれた、うん、どうしよう、ひーちゃん住所見れなくね、見れる、嘘、バックグラス撮る、あ、バックグラスできんの、うん、バックグラスしてスクショ撮ったら大丈夫、okay. ピャッと、そうそうそう、ねえ、ほんと、あ、注射打つけどちょっと待ってて、ここでいいんじゃない、なんかここまたおしっこしてそうだけど、臭いんだけどここ、ちょっとね、おしっこの匂いする、ほんと、伝票かなんかもらってくる、ここで伝票で書いちゃった、バックグラス、ね、待っててじゃん、じゃ持ってて、はい、はい、あそこに充電器あるね、あれ、あれ借りようかな、いいじゃん、あそこね、後で借りよう、まだ 20% あるのよ、 20% すごいね、やっぱり、ね、何が持ちがね、行ってくる、どうも皆さんね、ちなみにこのカーディガンですけど、まあ汚れてますね、ほら、みんな見えるよ、これ黒ずんでるでしょ、黒ずんでるし、汚いんだよこれもう。どこだっけかな。黄ばんでるのよね、もうね。毛玉もすごくなってるし、黄ばんでる部分もあるのよ。なんか縦の線で汗じみみたいのができてるのがビーツって。そう、尿みたいのがついてるの。これ。正直もう。捨てた方が早いって、2、3万ぐらいの服だったら捨てた方がいいっていうレベル、マジで汚い、黒ずんでるし黄ばんでる部分あるし、てか変色してるし毛玉すごいし、クリーニング出しが何とかなりますよ、あーだね、クリーニング出して上手い人だったら何とか半額でも10万、すな今フローだ、ね、全力尽くしたい、シミ抜きとかある、まあ、綺麗にしてくれることを願うだけだ、キューペンは買ったけどさ、レターパックないんだって、レターパックない、そう、それかもう送っちゃう、伝票かなんかで書いて、ああもうそうだね、ヤマトかなんかで、うん、ね、もうしょうがない、ね、電気もらってくるわ、オッケー、うん、あ、ローソンしかないって、何がローソン、赤いレターパック、ファミリーマートだったらあるんだけどね、ファミリーマート行こうか、いや、いや、俺間違えた、ローソンだったらあるんだけど、何がファミリーマートだったらそこにあるんだけど、ローソンないよねっていう、え、ファミリーマートもあるよ、レターパック、レターパックあるの、ファミリーマート、いや、あるよね、レターパック、セブンイレブンだ、ローソンじゃないと、ローソンだけだ、ファミリーは何、ヤマトなの、セブンイレブンは何なのじゃ、ほら、ここだ、どっかにあったっけ、セブンイレブンでもレターパック売ってるよね、ローソンしか何、郵便局提供してないの、何それ、変なの、そうなの、ないんだって、嘘でしょ、ちょっと嘘、ちょっと充電器借りてくるね、
ちょっとみんな待ってね、少しちょ充電がやばいね、今ね、ちょっと本当。グランカスタマーのところあるよ。どこ？グランカスタマーのところ。さっきとか、ラムネちゃん、ラミありがとう。どやさ、どやさ、どやさ、ありがとう。だから、グランカスタマーのところ。待ってね。ちょっと私行ってくるから。ちょっとごめんなさい、皆さん。ちょっと私に、今ちょっと、緊急で。緊急、今ね、ちょっと。緊急。今緊急なの、まあ、大変な、ちょっと大変、今ちょっと待って皆さんね、今ちょっともう配信切れちゃう、もうこんな長くすると思わなかったから、マジで、あ、行った、ごめんね、あ、徳目さん、ナビありがとう、ドヤさん、ドヤさん、ドヤさん、ありがとう。どれ、お金払ったよね、あれどこ行ったの、お金どれ、あ、これだ、これだね、オッケー、危ない、配信止まっちゃうね、また短っ。ヤマトコンパクトビア530円だって短っ。何が、何これ、だからレターパック買って送ればいいんじゃないの、とりあえずとりあえずこっちだね、そうそうそう、グランカスタマーまで、うん、こっちを引いた、あっち行けんの、まだ出てこないでしょ、あと50分だから、あの人ね、50分にほら出てくるって言ったからね、さっきあの人、そう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 、ポストに入るの変装さ、あのね大丈夫、あのね皆さん聞いて、あの赤いレターパックと青いレターパックあんのよ、ね、青いレターパックは3センチまで上の上限が、ただ赤いレターパックは上限ないの、ちゃんとあの入れば OK なの、入ればいいの、無理やりね、お仕事はね、そうそうそう、で、コンビニのね、ポストに入らなかったら渡せばいい、店員さんに、はい、うん、あの局員さん来たらお渡しくださいって言えばいいの、それでいいの、OK の、あれじゃない、閉まればいいの、あれは赤いのも、ローソンあった、ローソンあった、そういけんのよ、そうそう、5センチじゃないね、赤って、5センチまでだ、赤って、これ入るよ、全然、赤5だった、上限なしよ、確か入ればいいんだよ、確か、赤は上限ないね、 5センチなわけないでしょ、じゃあ5センチなんかすごいじゃん、だって、まあ、ちょっと持ってって言ってくるから、へいへい、うっす、上限なし、閉まれば大丈夫、オッケー、ひーちゃんのね、このね、何マスクってやばい、もう重っ、充電器めっちゃ重いんだけど、何マスクってちょ重いんだよ、ちょこれね、もうそもそも重い、え、思い出、那須のなんかそのサファリパーク行った時の思い出、4キロまで、4キロもないから大丈夫でしょ、4キロもない、4キロもない、バブバブ、やばい、待って、充電できてないし、待って充電できてない、充電できてない、 OKOKOK、
ツナに言ったら誰にも、いやツナはあいつはもともと迷惑なやつだからね、そもそもが、そう、そもそもが迷惑なやつだから、その無駄なんだよね、言うだけ。無駄なのよ、ツナにハードコーで言うのは。やばいやばいやばい、ミスった。そうそう、みんな二町、そう、なんかみんなはさ、なんか無理やりツナにやれとか言って言うじゃん。いやもう、ま、マジでね、やらせるだけ時間の無駄だから、やらないから。ワンちゃんだって風呂入ってないかもしんないよ今。うん、ワンちゃんも風呂入ってないかもしんないからね、この時間。うん、やっぱめんどくさくてとかって言って風呂入んないかもしんないよ。でしょ、マジそれなって。いやプライドとかじゃない、あれもうなんか変だもん。ありえるだろう、ありえそうだから怖いんだよね。しかもこれすげえくせえよ、これやっぱさ、なんかもうその汗ダクダクの状態でさ、服が詰まってるじゃん、汚ねえ服さ、なんか下着とかさ、服がもう洗ってないからさ、臭いものがさ、もうあんな狭いところにぎゅうぎゅう詰めにされてるから臭いんだよ。匂いって映るから、本当に。ビール飲んでる？やかむら、それ着ろ、無理。だから今日汚れていい服で着てるから、俺も今日汚れていい服で、汚れてね、ほらほら、汚れていい服で着てるでしょ、ほら。ツナと会ってなんかその怖いもん。タシヤはそうやばいよ、だから止めたくないんだよ。だから病院でも払えって言って、いやリュックの中多分一周だよあれ、一周。不潔な女ってモテないよなって。だからもうちょっと綺麗にしてくれればね。あ、ひーちゃん来た、どうだ。あ、入るじゃないそれ。混んでんね、お前混んでる、混んでた、どんだけ混んでんのこれ、大丈夫、めちゃめちゃ混んでた、混んでるよ、めちゃくちゃ。あ、つなちゃんもうすぐ来るよ、あっち来る、一回戻らないと、あんた、うん、ね、戻ったように私たちね、ほんと。匂い嗅いだわ酸っぱい匂いしたわよ。いや、洗濯はもうしなくていいんじゃないの、そのそれは洗濯するんでしょ、紫のやつ。うん、あ、らしいけど、え、いや、しなくていいんじゃない、ね、もう1個だけとかもったいなくない、まあね、確かにね、1個だけでさ、なんか、うん、すげえもったいないなと思うんだよね、うんうんうん、あったあった、どうした、これで払えるでしょ、何が遅れるじゃん、確かに、うん、ね、どこ、何、まゆちゃん家に行けばいいの、誰が、誰が、え、わ、あ、つなちゃんが、まゆちゃんが許さないでしょ、揉めたの、あそこも、わかんない、多分だって揉めてなかったらさ、あいつ一人でさ、東京に一人ぼっちいないやん、揉めてるんだね、多分揉めてるんだ、あ、そうなんだ、予想だけど、な、結構揉めてるんだね、マジで嫌なこと、あら、太郎ちゃんありがとう、これ何、太郎ちゃん、会いに行ってもいいですか、これ誰、太郎ちゃんってこれ誰だの、あれ知ってる、え、太郎ちゃんって、あの太郎ちゃん、イケメンじゃない、いやー、イケメン来るの、イケメンじゃない、やったー、来て、怒られちゃうじゃん、あきこママに、来てよ、太郎ちゃん、怒られちゃうじゃん、あきこママに、ね、イケメン大好き、じゃあじゃあ私たちイケメン大好きだから、じゃあ怒られるじゃんね、あきこママに、大丈夫かな、ちょっと待って、え、あの、つなちゃんに携帯買ってあげた子よ、優しいねえ、セブ、あの、6S みたいな、6S ね、でもな、携帯また壊れたみたいなんですよちょっと新しい携帯を、ほんとね、確かになかったところ、お、大丈夫、なんか絡まれそうだね、今ね、あなたね、さっきのなんかヤンキーみたいな人たち、ねえ、どうでもいいわよ、あ、10分ですか、分かりました、お待ちしてます、ありがとうございます、つなちゃんもいますよ、ここで待ってないの？よいしょ、ね、うんうん、
あ、それやってるとね、でほら充電できなくなるんですよ。どうすんのこれちゃん、どうすんのこれ。いやだからそのなるべく上抜く、抜いたらもう充電できない。一回抜くか、一回抜こう、これ一回。どうしようこれ、ね、見たらちょっと、あ、これあなた、はい、ちょっと待って、これとりあえず下に置いていい、どうせ汚いし。どっちがいいの、こっちがいいの。あ、こっちがいい。あ、そう、はい、ありがとうわ、ありがとう、いただきまーす。ありがとうバブ。はい。ひーちゃん。ありがとうバブ。これはあの子、ひなちゃん。私お水でいいの。お水。ひーちゃんね、これバッグに入れといてくれ。なんでよ。ちょ、下に置かなきゃいけない。本当だ。ダメだ。貸して。こっちだ。ね。ちょっと待って、駐車待って。貸して。できんの？あんた畳めんの？何言ってんの？俺もともとあれ服の店員だったの。やってみて、じゃあどうする？服の店員だったの。どこの店の？え、109。109？ あの静岡です。あんた熱くな、ほんと頭に来るな、ほんと。どこのやれよ、109って何言った？何よ、何のブランドよ。え、何これ、何のブランド、え、何のブランド。カナダグース。カナダグースって結構有名じゃない、高いやつじゃん。いたんそこに。まあ嘘なんだけどね。なんで、いたいない。なんで嘘つくのよ、しょうもない。ねえ、しょうもない嘘ばっかついて、しょうもないで嘘つき。あったわ。ああ、大丈夫、見てほら、強行ガラスだから見てほら、押しても大丈夫、見てほら、割れないの。割れないね。すごいっしょ。割れたね。でもね、ちょっとね。でも見て、うん、まだマシ。まあ確かに。まだマシ。あ、これでいいや。なんでそんな濡れてんの。いや、急いで来たから。お風呂上がりだからね。ちょっと乾かしたけど。で、ラムネちゃんが住所聞いた。うん、あ、聞いた。今から送る。メガネがさ、下手だな、ほんとあなた、下手くそ。見てほら、下手だね、たたむのあなた。風が下手だね、たたむのあなた、ほんと思わない。たたみ方がなってないあなたね、ほんと。貸して、私がやるから。風強いね。私、元店員だよ。あ、ほんとに。マジマジ、私、アパレルの店員だよ。ほんと。マジマジ。風のあるのがやれる。いける、私、全然。やれんのかよ。うるせえな、頭。やれんのかって。やかましいな、頭。ありがとう。くっさー、ここ見て、ほら、うまくない？ほら、うまいじゃん、ほら。うまいじゃん。ねえ、うまいでしょ、ほら。ねえ、これ入るかな、これで。入るでしょ。閉まればいいね、閉まれば。あ、用意してくれてたの、うん、無理だな、私が使うから。ありがとう。OK、 無理かも。でか、予想以上。あ、これ無理だわ。無理だ、ごめんなさい。予想以上に無理だ。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 まあでも使えるからね。そうね、無理やりでも。無理だ、ちょ待って。 T シャツとかだったらいけると思うね。 T シャツがいいね、一番ね。無理だ、待って。いや、積み方の問題じゃなくて無理だよね。無理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 。どうした、あれないの、ヤマト。ヤマトはファミリーマートだ。え、ヤマトファミリーマート。ヤマト行くか。ヤマトにしよう。ヤマト目の前のファミリーマート。ヤマト行こう。持ってって、ヤマト行くかな。ヤマトめっちゃ綺麗になってる。あ、ごめんね、ちょっとごめんね。ヤマト行きましょう。ヤマト、ね、ヤマト行こう。ヤマトよ、あなたの分これ。あ、ありがとうございます。寒いでしょ。よいしょ。ジップロックで圧縮するの。あーね、あったまる。あー、ジップロックで圧縮すればいけるってよ、それ。あー、そう、あ、そうすりゃいいのか。あ、ね、太郎くん来るって今から。え、太郎くん今からこっち来るって。なんだろう、うん。いや、別に何もない。何よ、別に何もない。太郎くん何嫌なの。ちょっと今嬉しい顔してたよ今。いや、してない。えっつって今嫌な顔してたよ。今嫌な顔してた。何
違う。どうした、何があったの。タロ君、うん、あ、タロ君そうよ、どうしたの、なんで。なんもない、なんもないけど。何その感じ、ちょっと嬉しそうじゃん。嬉しそうじゃない。嬉しいの、何どうしたの、嬉しいの、うん、よかったね、お風呂入っておいて今。今いい匂いするから大丈夫。でしょ。ちょっとね。相手の女性とは支払いの分担をどうするか。じゃあ充電ついたよ携帯。え？充電ついた。よかったね。充電ついて。ちょっと。そのために支払いに。クレジットカードが使えるか。ちょっと待ってて、みんなね、私伝票もらってく、あ、ちょっと伝票もらってくる、皆さん待ってて、伝票、オッケー。コードがさ、伝票。ちょっとじゃあもう充電できとるよ。そう。あ、またお店は自分でよく調べてから選びましょう。安全、これひろなさん、安心に新宿の繁華街を楽しむために皆様のご協力をお願いします。中村久しぶり。久しぶりだね。大阪ぶりじゃない？大阪ぶりだね。着替えなかったでないもん、着替えが。ポンちゃんも一緒に向かってる？誰ポンちゃんって。わかんない。いやでも今日めちゃくちゃ暖かいよ。たまたま。いや今日は寒いわ。え、そう。寒いよ。え、今日は暖かいよね。明日からもっと寒くなるんだっけ確か。明日から寒くなるらしい。めちゃくちゃ。投資するじゃん。うん。ホームレスきついよね。っていうの聞こうじゃなくてやれよ、うん、最低だよ。イケメン2人が向かってるんだって。イケメン2人ってどういうこと。太郎くんじゃなくて。太郎くんとポンちゃんっていうイケメン2人が来てるってことでしょ。僕は知らない。マオ様だったら知ってるけど、こっち見ない、どこ向いてたらいいですか。イケメンが向かってる。あったよ。あった？あった。これで書けばいいんだよ。はいちゃん、ここね。どうしたの？あ、充電器？あ、充電器。ああ、もう大丈夫？よかった。どっかで書こうかじゃんね。ここで書いていい？いいんじゃない？床で、床で書いちゃう、私ね。待って、床で書けばいいんだ私ね。じゃどっかないの、綺麗なところ。え、何？あ、あそこ見て書けるじゃん。この机、この机で書こうかな。くるくる？何くるくるって？え、あここなんか電波悪いよねさっきから。何くるくるって？さっきもここなんか電波悪かったじゃん。何なのくる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 って？くるくる？何くって？クール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 。あ、弟が何か知らん。あ、住所あれだ私。この携帯なんか入ってるわ。そうなの。ちょっと。ん？じゃあ部屋番だけ教えて。じゃあ書くね。住所。うん。待ってて。あ、ヒージョン、カバ持ってる。あ、そう。あ、大丈夫。ちょっと待って。いやいや、書きにくいでしょ。書ける大丈夫。大丈夫。うん。書ける。住所内緒、あ、住所内緒なのよこれ、見ないでみんな。それはもちろん。あ、俺たち、そう、みんな見ないで。ダメよみんなに、みっちゃん。そうそうそう、ね。さ、私しか知らない住所。うんうん。ちょっと待ってて、つなちゃんもあっちで待ってて。書いちゃおうかな。ね。これダメよみっちゃん、つなちゃん、住所。ごめんね。私書いちゃおうかな、住所ね、今。待ってたんだけど。待っててね、住所。うん、ね。私しか知らないから住所、皆さんね。そうそう、ね。そうなのよ。ちょっとごめんね、あのラムネちゃん、私あの本名なんだけど、一家本名で。ねえ、わかるかな、後藤弘樹でね。かっこひどんなにするわ。ね。かっこひどんなにするね、ひどんな、そうね。で、一応電話番号も書いとけばいいね。そうそう、え、これさ、あれかな、どうしたの、すなちゃん。え、ダメよ、みっちゃん、住所ダメよ。中村、ちょっと、あんた見張っててダメよ、住所。マジで、1ヶ月近くに
ちょっと。でも住所ダメよ、みっちゃん。住所ダメよ、みっちゃんダメよ。ちょっと中村くん、ちょっと。見張ってて。何が？住所見しちゃいけない約束なのよ。見てないわよ。じゃあ2人ともよ。あ、見てない見てない。ダメよ皆さん、ちょっと出るからね皆さん。そうそうそう。ちょっとごめんなさい皆さん、今ねちょっとあれです、バックグラです。ちょっと電波私切ってる、Wi-Fi 切ってる。私は結構普段。ダメよみっちゃん。ねえねえ。もう終わりますからね。OK。いけた、OK、いけました。ほいで OK、 OK、 いけた、 OK、 いけた、 OK、 よし、 OK、 OK、 履けました、 OK、 で、あれかな、どうしたいの、袋入れた、袋、袋、袋を買うのよ、袋、そうそう、袋、うん、袋、安いやつ、それぐらいは買ってくる、ジップロックみたいなやつ、うん、紙袋みたいなやつ、うん、でガムテープ借りてぐるぐるぐる巻きに巻いて、そうよ、でこれペタッと貼ってきて、うん、そうよ、深夜に街を徘徊していると、うん、紙袋の中で、とりあえず店員さんに聞けば分かるわ、店員さんに聞いて、買えなかった私もね、紙袋、悪い大人が先に書こうかなと思って、近づいてくるかもしれません、うん、ね、心配事やガムテープ巻いて、そうよ、で貼っておしまい、ジップロックは使う、相談しましょう、さすがにジップロックはないでしょ、一応元払いにした、新宿警察署です、着払いはあれかなと思って、良識ある大人の皆さん、いやでもあれでしょ、もし俺困っている少年少女を見つけたら、何がないじゃん、何が、犯罪に巻き込まれないようにするため、警察に通報してください、まあ、元払いでもいいと思う、いいじゃん別に、あれ一応ツナちゃんを利用したもんです、配信で。もうね。こちらは新宿警察署です。未成年者が優しいねいつもね。いいの。キイちゃんのいいところは損得感情がないところよ。いいの。巻き込まれる恐れがあります。キイちゃんのいいところはね、損得感情がなくて相手の気持ちをよくよく考えてくれて。キモいな。悪い大人が近寄ってくるかもしれません。あんた気持ち悪いわ。キモい。相談事は公共機関に相談しましょう。充電器なかったんだっけ？充電あるよここに。いやいやいいよそれ、それダメ。何が？それダメだよ。使えないよ。はい、あ、住所見られちゃうね。住所。住所危ない。住所危ない。私がしたもんね、これやっぱり少年少女を見つけたら、ツナがあそこでどうせ来るんだから、あ、そっか、そう、来た時にヒーちゃんが持っていけばいい、あ、そっか、警察に通報してください。でも行こうと思ったの家は分かってんだよ、こちらは新宿警察署です、うん、あ、ラムネちゃんがだからアイテムくれたのに、ああ、あれでいいじゃん、確かにみんなね2つぐらいもらったアイテム、2発ぐらいもらったじゃん、ね、それでいいじゃん、その店は満席です、そうそう、ね、それを代金に、系列店にご案内します、そうそうそう、ね、サービスしますよ、送料代でね、もらったし、全く関係のないお店に連れて行かれトラブルになる事案が、ね、問題ないね、多く発生しています、素直嫌がらせ、マジ嫌がらせの住所さらすの結構えぐいけどね、条例で誰が路上での客引き、客待ち行為は禁止されています、誰のやつ、客引きに案内された店に行ってしまうと、素直に DM で住所送るつもりだったから問題ない、客引きに声をかけられても、そこまで悪い子じゃないよ、ツナ、ツナは悪い子だよ、なんでツナは悪い子だよ、言っとくけど、なんそういうこと言うの、いた、なんそういうこと言うの、なんで、なんで一回ねホテルに泊まったことある、うん、で一緒にホテル取って俺の名義で泊まったの、うん、それね、で、ホテル泊まるじゃん、その部屋をカレーでべっちゃべちゃにしたの、俺それ以来いいやつでもないんだなっていう、どういうこと、部屋はどういうこと、カレーまみれにした、こぼしたの、こぼしたじゃない、
酔った勢いとかで拭いたり、そこでシーツで、うそー、本当だよ。でそれで一回俺がブチ切れで配信したんだもん。ふざけんじゃねえって。もう机もカレーまみれ。そんなことするの。あらかじめ相手の女性とは支払いの分担をどうするか。でシーツでこう口をカレーでお店とは飲み放題のメニューの詳細や、俺が泊まってるんだ。何かあったら俺が弁償しなきゃいけない。支払いにクレジットカードが使えるか。しないしない言われないでしょ。いやでもあれ言われるよ言ってるけど。何があのシーツで恋に汚すと弁償なの。恋ではないっていうふうに言い合うじゃないですか。そう、恋ではない。お店は自分でこれはよく調べてから選びましょう。じゃあさ、キイちゃん、ダムネちゃんのあのセーターをあんだけ汚してて、いい人なの？いい人なの？って、あのぐちゃぐちゃにして毛玉いっぱいなんて。あの黄ばんだものはあれなの？あれはしょんべん、あの汗だと、汗じみだと。汗じみなの？あれは。汗じみだと。あれおしっこを漏らすとあんなふうになるんだ。おしっこ漏らすのもなるし、あの例えばあの野球少年とかの服とかもある。ああ、なるほどね。野球やってたりするとああいうシミはできやすい。酒癖悪いから飲ましちゃいけないわね。じゃあ私も一杯だけ飲ましてあげたんだよね。さっきビール。本当はあれは握手なの。あ？握手。どういうこと？ダメな行為と。どういうこと？ツナが酒飲むと暴れるから。うん、まだ大丈夫だ。まだ大丈夫。軽めで大丈夫。問題ない。まあ今寒いからね。今酔いが覚めれば。ねえ。お金結構借りてるらしいな。しょうがないよね。まあ、貸す、もう貸してる方は上げたつもりで貸さないんですよ。そうだよね。もう無理だよ。あれになんか返せっていう方が面白い。確かにそうなんですよ。皆さん、ぶっちゃけね、お金はもう。あ、来たわ。来たわ。おかえり。おー、いいじゃん。あ、いいじゃない。いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。入れましょう。それをね、入れて。入れましょう。そうよ、そうよ。はい、入れましょう。はい、入れましょう。これ入れて。そのエビタロちゃんなら別にもらったものだもんね。そう。ね、もらったものだもんね。そうよ。もう一着しかない服ね。おー。待て、ぐちゃぐちゃにしすぎ、それ人のものよ、あんた。待て、それ人のものだから、そんな。畳みましょう。ん？ね？畳んでね、ちゃんとしないとね。見せない方が良かったわ、今。本当に。本当よ。今見せない方が良かった。だから、ダメ、つくからね、下に。下ついちゃうからね。畳んであげて。カーディガンコートっていうのかな。かわいいね。風ないところがいいよね。こういう服かわいいよね。ね。ファーがついたね。パー好きな人多いよね。今流行ってんのか。パー付きのなんか。こうコーディガンって言うんだよ。コーディガン。それをぐるぐる巻きにするのよ。うんうんうん、それを、ね、畳んで。やる？やってやろうやろうか私が。そうよ、ね、ひーちゃんやってあげて。やろうか、ね。畳んであげて。いいよね。うん。全然それぐるぐる巻きにして、うんうん、結構ねこれ小さくした方がね安くなるのよ。そうそうそう、そう、ね、ググって安くして、そうそうそう、あの安くというか小さくした方、そうそう、そうやって回してね。みんなそうやってるよね。でもね、警察署では犯罪の防止を目的として歌舞伎町地区の街頭に防犯カメラを設置し撮影を行っています。共同作業です。安全安心な街づくりのために皆様のご協力お願いいたします。いやいや、なんだね。東ひどんなの佐藤西怖い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 。いや、さっきから殺す殺すって言われてます。僕はっけよーい残ったやば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 
はじめまして。あら、皆さん、ポンって、ポンってわかりますか？ポンポンちゃん、しょ、誰なの、ポンちゃんって。あの人？そうです、そうです。あんた下手だな。なんかあれ、水島ヒロに似てるよね。あ、やっぱね、かっこいい。水島ヒロに似てる。似合ってる。本当ですか？何色っていうのこれは。え？またもう一人イケメン来た。なんだろう。新宿配信者の人なんですか？新宿配信者です。歌舞伎町の家でしか配信者。あ、そうなんですか？誰この人？あ、青汁王子似てない？いや、家でしか配信してないんで。似てるかな？青汁王子似てるやん。そういう感じ、そういう感じ。あ、そういう感じじゃないですか？新宿の場所からの。なんですか？なんですか？なんですか？どっちがいい？太郎ちゃんがいい。太郎ちゃんがいいの？やばい、太郎ちゃんの。え、今このあのツナちゃん泊まる場所探してるんですよ。ツナちゃん。これがツナちゃん。これがツナちゃん。やばいって。喋ってってちょっと行ってくるか私。何か。あ、そうしてくるから。まず行ってらっしゃい。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待ってね。ツナちゃん、ほら、え、何よ、何よ。ツナちゃん、ほら、どっちか泊まらせてくれるよ。家に。これがツナちゃん。俺が行くのツナちゃん。やばいって。ああ。やったな。まあいいけど、何でもいいんだけど。え、あそば。やばいね。何ですか？中村さん知ってる？え？中村さん、中村さんじゃないですけど。中村さん知ってる？知らないですけど、ご存知あげないですけど、そっち系じゃない。そっち系じゃないの？そっち系って何？使えねえやつだな。なあ、男無理か。無理。え、男がどことかじゃなくて、あの、わかりますか？女芸とかじゃない。あ、女芸とかはそんな好きじゃないの？そうそうそう。そういうスタンスじゃなくて、うん。普通に、そう、やってるタイプ。あ、のんびりと家でやってるタイプ。あ、そうね。あの、たまたま、たまたま、たまたまこうやって来たら、なんか巻き込まれちゃいます。あ、巻き込まれたんだ。ごめんなさい。あ、泊まらせてあげれない？ツナちゃん。はい。ツナちゃん泊まる場所がないっていうのよ。泊まる場所。そうで、とあのね、一緒に寝ると必ずね、あの、抱いていいとかって言ってくるの。抱きついていいとかって言ってくるの。どう？なんか入ら、チンコが入らないんだったら別にいいの？いいの？え、なんか今ツナ今ね、チンコがね、入るんだったらいいって。じゃ入らない。入らないな、入らない。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 ツナ、チンコ入らないから、じゃあいい、ねえ。ツナ、寒いな。上着着ろよ、それ。これが、これ着ろよ。寒そうだ。エビ太郎のやつなんだ。新宿警察署です。今だから、風呂入って。未成年。風呂入ったら？そう、今。深夜に街を徘徊している。犯罪に巻き込まれる恐れがあります。よくわかりません。選択してくれ。優しく、寄り添うふりをして。みんな知らないの？すごい。悪い大人が。犯罪に巻き込まれないようにするため、警察に通報してください。こいつやばい、最終日ひどかったよ。でも5位よ。こちらは新宿警察署です。あんだけ人たちを相手にして5位よ。路上で大勢酒屋チェーン店の借りをして、声をかけてきた客引きに、何が？この店は満席です。いじられたいの？いじられたいの？結構俺ド S だからね。そうだよ。どうせこんな、こんなリスナー、どうせこんな、どうせ中村くんド S だよ。ポン、こういうリスナーもどうせ、どうせいじってくんねえから、もういいよ、おいみたいな。中村くんが一番今あるよ。中井さん、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 何が？中井さん、中井さん、中井さんも。うわ、一番やばいやつ。いかない。違う、中井さんじゃない。中井さん、中村くん。中村くん。わざとじゃないもんだって、あれ。最後。
前中村さんのご利益で花火飛ばしていただきますよ。サンキューラン。高額な料金を請求されその女性が亡くなりました。ういーす。さ、中村さんのご利益で花火いただきましたということで、こっちにもいつかいただいてもよろしいですか。絶対酔ってるわ。ちょっとこいつ絶対酔ってるわ。ほら酔った。もらったよ。やった。やった。おい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 。ほらほらもらったやんもらったやん。え、なに、どうぞ。え、何が。はい、新宿はい、歌舞伎のはい、俺たちではいはい、全力はい、スタイルはい、ありがとう、はい、感謝感謝の気持ちを込めまして、最新作はいはいはい、真ん中2回はいはい、ラッツグはい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、もう何すか、もうこの中井兄さん、中井さんです。そう、中井兄さんに、はい、とんでもない、うん、ご利益の方をありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。たたたたたたい。そう、ということで、僕の方でもいいですか。ごめんなさい。ちょっとごめんなさい。ごめんなさい。ひーちゃん遅くね。そうなんですよ。もう、ああいうなんかもう、うんうん、そうね。逆に困ってます。いや困ってないよ全然。逆に俺慣れてるから大丈夫。逆に、うん、慣れてない。慣れてるから大丈夫。逆にもう慣れてる。逆に困らない。困り本当ですか。え、そうだ。ああ来た、いいじゃん、いらっしゃい。何、せっかくこっちからできる。こっちね、ひーちゃん、ひーちゃん、おおおおイエーイみたいな。イエーイみたいな。イエーイ。なんなのこれもう当たり強すぎなんだよ本当に。強くない。強くない。あ、気づくないの。え、強くないです。え、強い。全然ね、妻のこと好きじゃないし。もう当たり強いの。もうね。いや強くないよ。え、これ強いの。あ、強いんだったらごめんなさい。いや、大丈夫大丈夫。ごめんなさい。うん、大丈夫だよ。強いだとしたら。頑張ってるのよみんな、これでも、みんなこれでも強かったら、ごめんなさい。頑張ってる。いや、すごかったよ本当にね。うん。すごいです。うん。だけど、うん、違うじゃん。まあそうだね。そういうスタンスやね。うん、確かに確かに。お姉さんたちは。ね、俳優さんみたい。いいじゃん、30人もいいんじゃん。すごっ。配信少ない。何？こっちなんかどうせ多いから。何？どうしたの？はい、もう1200何人。はい。もう死んだ方が話早い。死んだ方が話早いの？おお、そうなの？死んだ方が話早いっすよ。お兄さん。そうなの？話が早いっすよ。さすがっす。もうこっちにもどんどん風。この人が一番すごいのよ、この中で。カラビに行かないと。カラビに行って。頑張ってるんだよ。ね、なんとかここで爪痕を残さないといけないから頑張ってるのよ、彼もね。もうちょっと温かい目で皆さんもね、見ていただければと思います。はい。うん、そう頑張ってるのよ、こうやってね、配信ね。そうか。うん、何？何でもいいの？あ、そうね。あ、そう。借金もしてるし、どうしたらいいのって感じ。そう、家に一回返してあげれば一番いいと思う。やっと今日コートを返しただけなのよ。うん、なんかいい方法ない？コート返せた。うん。いい方法ない、なんか。どう？関係なこういうの。みんな頑張ってんだね。やっぱあれだけ貪欲に必死にやるのが一番いいんだろうね。ネカフェに。あ、こんばんはひーちゃんって、みんなが。ひーちゃん、みんながこんばんはって。今新しく来た人いるよ、いっぱい。皆様のご協力をお願いいたします。帰った方がいいよね。あ、そういえばワセイちゃんからすげえでかいなんかイルミネーションみたいなやつもらってたよ。あら、ありがとう、ワセイちゃん、ありがとう。防犯カメラを設置し、撮影を行っています。そう、三重県、安全、帰りましょう。いつ？いつ？明日よ。明日帰るの？明日帰ろ。あ、ワセイちゃん、ひーちゃんごめんなさいだって。あ、いいのよ全然。川に流しましょう。あ、ひーちゃん注射。あ、そうだ、注射しないで。注射しよう、重要、注射。公共の道路です。インスリみたいな。この場所に座り込んだり寝そべったりすることは他の皆さんの。あ、ひーちゃん、アムチンが今から来るって。ここに。うん。シネスティ広
え、なんかちょうど歌舞伎町にいるんだって。すごい、すごいよ。他の迷惑となりますのでやめてください。金持ち来るよ、金持ち、金持ち来るぞ。社長来るぞ。新宿警察署からのお願いです。ねえ、ゴミを放置することは環境悪化、ダメ、ポッ、え、増加につながります。あら、寂しい。ゴミの置き去りはやめましょう。安全、安心な街づくりで、全然全然、すいません、ありがとうございます。環境浄化活動に皆さんのご協力をお願いします。フォロワー、なるほど、私もなのよ。なるべく、ありがとう、一緒です。あまた、お願いします。ありがとうございました、今日は。ありがとうございます。じゃあね、ありがとうございます。うん、さよなら、ありがとうございます。おやすみなさーい。かわいい。ね、ありがとう。ね、かわいい。ごめんね、皆さん、お待たせ。やったー、かわいいね。ね、かっこいいわね。あ、ガムテープいらないの？ガムテいらないの？ガムテープ。俺も 100% いらないこれ。そうなの？うん、あの、ね、髪型の ガムテープっていらなくない？ビニールテープがいいよね。ね。ビニールテープ。ビニール型のね、ガムテープがいい。どう、つなちゃん、ちょっと1個彼女たら好きするでしょ。そうだね。でしょ？ほら。ありがとう。やっぱりね。そう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 。ね、男の人はね。ね、でしょ。ガムチーも来るんだって。ガムチーもね。この辺にいるんだね。ここら辺にいるみたい。ガムチー。あ、そうなの。ガムチー来るって。ちょっと風強い今日。ね、やるやんよ。そうよ。やるやん。やるやんって来るわよ。本当。ガムチーが。出るだりな。ダンスしながら来るかもしんないよ。でもさ、あれじゃない？もうちょっとさ、住むとこ探そう。てか、じゃあ明日三重県よ。三重県買いなさい、明日。明日の明日？今日の明日の明日。夜行バス取っても今買いなさいよ。マジで？いや、無理よ。あ、バスあるよね。ないよ、1時だもん。あ、1時だから。じゃあ朝あるの。朝あるの？三重県行ったことない。三重県のバスあるよね。何よ、買えないの？買える。だって健康保険証もいるじゃない、どの道あなた。嫌なの？いや、帰るよ。で、戻ってくる。でも、実家にとりあえず帰って、ちょっと一回ちょっとあの、みんなにちょっと整理してから。そうよね。だからそうしないと始まらないよね、人生がね。再スタートできないよね。私が一番何が怖いかって、もし何か病気した時に、保険証がないと。ちなみにひーちゃん。やばいよ。ひーちゃん、ちなみに俺も保険証ないよね。なんで？保険証ないの。どうして？なんで？持ってないの今。だからなんでどうしてどうして？あの有効期限切れになって、うん、え、あなた企業で勤めてるんだから健康、あの社会保険でしょ。じゃあ俺個人事業主で入ってる。え、でも更新すりゃいいやん。そう、なんで更新してないの？更新全部払ってるんだけど、うん、あのまだ送られてきてないって。それはないわ。いや、送られてきてないよ本当に。言えばいいじゃん市役所。いや、俺電話してって言った。え、役所から電話してくださいって。そんなことないよね。送らないことなんかないわ。だから送られてきてるんだよ。うん、送られてきてるんだけど、なぜか名古屋のところに行っちゃってる。あ、そう。取りに行きゃいいやん。問題解決よ。ねえ、ほんと。問題解決よ。いいのよ、中村君は。中村君に冷たいね。全然違う、太郎君と。そうよ。太郎君好きよ。この人は、慣れれば慣れるほどド S になるんだから。ド S なの？うん、ド S なの。だから会うの？そうなのよ。いじめちゃうの。アムチどこにいるの？え？あれ今ゴミの人？違うよね。あれアムチ。ちょやだ。あれアムチ。ここアムチどう？アムチあれじゃない？今缶集めてる人じゃないのアムチ。やめなさいよ。え、違うなった。やめなさいよ。違う。やめなさい。あんた本当。だだ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 。本当よ。アムチどこで見てるの遠くから？あれだアムチ見て、あれ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 。どれよ。あれ。あ、いたいた。うん、あれもうなんか韓国風に、韓国のドラマ風に来た。逃げよっか。逃げる？オーラがすごい、オーラが。ねえ、ちょっとどうする？逃げる？どうするよ。逃げる。え？飽きたけどちょっとですね。あれは気づい、もう気づいてるよ絶対に。気づいてないふりしながらちょっとずつ近づいてきたわ。あれ。
いや鬼ごっこして乗るタイプじゃないと思う。アムチは逃げられちゃう。そうアムチはね鬼ごっこして、うん、何がから出ましたあの何さっき喋ったのよ。どうしたの中村くんとか小前くん別にねボコボコにぶん殴っても、うん、リスナーさんどうぞどうぞって言うじゃない、うん、もうどうぞどうぞって言ってね、うん、やってくださいって言うじゃない。そういう大体イケメン系とかさああいう、うん太郎くんでもそうだけど、うん、ちょっといじると、うん、かわいそう。あらまかわいそう。あらまいじめないでくださいって言ったね。そうなるんだよ。マジかよ。そうそうそう近づいてこないんだけどどうするこれ。全然こっちに来ないよ。あ、アムチンのお店で働けないのかしら。あ、いいじゃん。アムチンの家ね。アムチンのお店でいいじゃん。三重県から近いじゃん。そう、アムチン京都だし、ね、お店。あ、また太郎ちゃんたちがアムチンのとこ行ってる。ね、いいじゃない。ダメなの。何がダメかな。アムチンのお店。アムチンいたよみんな。ね、AMC バー。AMC にね。全然近づいてこないね。何してるんだ。清潔感。で、マイマイもなんかね、どうなんだろう。何が。マイマイも。マイマイもね。誰かと絡み出したよ。マイマイもね、楽したいと思う。いや、マイマイ面倒見いから。あ、なるほどね。うん。でも、ツナの場合なんか喧嘩しそうだよね。そう、お客さんと喧嘩しそう。うん。なんかね、店員同士喧嘩はするらしいのよ。あ、アムチンのバーでも。あの、一回なんか喧嘩あったけど、うん、そういうのはよくあると思うけど、お客さんと喧嘩したらね。ゆまりちゃんと喧嘩した。ちょっとね、お客さんと喧嘩ちょっとまずいよね、ちょっと商売は。本当よ。ちょっとまずいよねって感じ。本当よ。そうそうそう、お客さんと。お客さんの喧嘩やばいね。ねえ、ちょっと。ねえ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 、やっぱ夜行やあの朝のバスで帰るべきよ。朝の三重県までのバスあるでしょ。三重県までのね、うん、新幹線は高いからやめた方がいいね。新幹線はちょっとバスならそろそろ乗れないでしょ。新幹線どういうこと。1万以上かかるで。かかるかかるかかる。そこまでないからバスだね。バスだ。新あの三重県までの新幹線ってないでしょ。バスあ名古屋乗り換えするで。なんでしょ。名古屋であれだよね、あの乗り換えして。そう、名古屋まで7時間ぐらいかな、ね、バスで乗る、ね、名古屋から1時間。そうだよね、うん、名古屋だわ、うん、名古屋から特急だよ。そう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 、うん、だいたい新幹線でね、うん、三重帰って健康保険証もらって。ちなみに俺28歳ね、うん、田舎帰るの嫌だな。あのね、両熱シート安いで4000ぐらいで帰るんですよ。田舎帰るじゃない。狭いけど働いてないからそもそも東京に行っちゃいけないんだよ。そうだよ。東京に働いてる人が東京に来ていいんだよ。なんじゃそりゃ。いやそうじゃないだろ。いや私もね、あの出てきたのよ東京にね。同じようにさっき喋ったでしょ。でもさすぐ探したの仕事。住むとこも見つけて働いてね。でそっから配信もちょっとやったけど、やっぱそれがやっぱほら最初の基盤じゃない。なんか最初から楽しようとしすぎなのよね。楽なは生活なんかしてないけど。ね、やっぱりまずそこからしないとね。やっぱりそうよ、うん、苦労しないとちょっとね。仕事もしてねちょっと大変だけどね最初は。でもさ、だあの誰も助けてくれないから。ひーちゃん何なんか響がなんか大きくなってってない。どれここ。あ前からなのこれ。あこれ前からなの。前からなの。犯罪の防止を目的として、ね。仕事はなんかほら選んでもいいと思うけどね。多少は自分のやりたいことやったりと思う。仕事はね。何やりたいの。別に何でもいい。やりたいことないのよ。でも何でもいいって。でもほら何でもできないでしょ。だってできないことも多いけど、うん、別に働けるんだったらなんか猫カフェとかで働けば何でもいいみたいな。猫カフェなの。猫カフェとかそうなんだろう。動物好きじゃないの。つなちゃん接客業好きじゃないでしょ。どうだろうね。あんまりなんか働いたことがそもそもないから。どう思いますか。あんま社会経験があんまあれか。あんまない。なんだ。そっか。ねえ。まずいね、ひーちゃん。なんだよ。まずいよ、ひーちゃん。これからじゃない。そうだって。うん。ねえ、これから。だって多分これ帰んないでしょ。これ三重県。あねえ、ママそもそも三重県帰らない。東京にいそうね、ま、ずっと。そう。だからもう自分でね、もう人に言われてもね行かないからね基本的にね。そうだね。
今だからもうコンビニで、うん、夜行バス、じゃあバスのチケット買うしかないの。なるほど、自分のお金でね。でもひーちゃんのお金で買ったら行かないから。そうよ、だから今コンビニで買えるよ。買いに行きなさい。買いに行けるか。はい、じゃあ行かないじゃん、ひーちゃん。無理だよ。まだ痛いのね、東京に。東京に痛いの。苦しい生活を続けたいのよ。いやでもこの生活はダメよ、つなちゃん。ランディーバーよ、ほんと。ランディーバーしか道はないよ。ランディーバー行くしかないわよ、あなた。あのさ、シューバライとか日雇いの店とか行けばいいんだ。あるの、そういう。そう、あるよね、探せばね。あるよ。あるある、ほんと。あるよね。まあ、人生人それぞれだけどね、なんか基盤ができてないときついよね。あるよ。基盤ができてないのね。働いて家があって、で初めて配信やって、配信稼げるようになって安定するのよ。共に働いてないやつだって働いてたわ、ほんと。そうよ、そうだよね、ほんとね。そうよ、そうよ。新宿区役所駐車があるんだよね。駐車するから大丈夫よ、別に。今日打てば別に問題ないから大丈夫。今日木曜日が今日打つから大丈夫。更新日なの。そうなの。更新日なの。更新日。あれ、ね、来たんじゃないか。来た、あっち来たわ。見て、ほら、来たわ。なんかほら、さっそうと見て、ほら。壁になびいてる。ねえ。なびいてるわ。雪地の匂いがするわ、雪地の匂いがね、あそこから。見て、ほら、あの人、ほら。大量の財布からの現生が。安藤さくら。安藤さくら来たわ。久しぶり。お久しぶり。こちらは。お久しぶりです。いらっしゃい。え？本当に。なんでここにいるの？うん、あ、イベントだ。あ、イベント、やだ。やだ。他誰がいるの？他誰がいるの？マイマイは？なんか一人一人やってレコーディング。うんうん。え、マイマイもでもあれでしょ、多分東京でしょ。え、わかんないけど、イベント入所してなかったっけ、前前も。違うのか、歌のやつ。うん、こちらは歌好きじゃん。てか歌に、歌っていうかね、うん、歌手になりたいんだから。ほら、そうでしょ。いないの、歌手になるの。 ABEX じゃあ、前前がよ。あ、前前前前だって歌でいつもやってんじゃん。あ、そっか。そうよ。レコーディング終わったの。終わって、うん、坂田の馬場から歩いて。今日すっぴんだよね、レコーディングから。え、馬場から歩いたの。うわー、遠い遠いよ、ババから歩いたなんて。だってババ代々木だって新宿じゃん。新宿警察署です。え、じゃあ、だよね、うん、ババ大久保だ。え、分かったよ、俺。この辺分からん。じゃあ、じゃあ、スナちゃん知ってる？知ってる？知ってる。そうそうそう、スナちゃんがちょっと癒してほしいっていうか来たのよ、私が。癒し、癒し担当。何？心配事。癒し、中村君、私の奴隷。何やねん。どん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 格下げされるのやん。そうだよね。なんかちょっとなんか新宿警察署。おとなしくなった。なんか分からない。私の中では静かなのよ。そうよ。緊張してる？なんで緊張してんの？だって初めて会うもん。どう？かっこいい？わかんないけど。オーラある？オーラある。オーラある？すごい、だってほら見て。ちょっとあなたほら、何あれ？コートが長い。引きちぎってほら。え、あそこ、あれも汚しなさ。あれも汚しなさ。あれもね、ちょっとね。あれもやっちゃいなさ、本当あなた。え、本当よ。あれ高いところのコートね。あれももらいましょう。そのコート高いんじゃないの？え？すごい高い。うん。なんかもうなんかデビルメイクライの主人公みたいな、デビルクライ？デビルメイクライっていうね、なんかハリーポッターみたいな、なんかね。遠目から見たら女にしか見えなくて。嘘。いやー、聞いたあなた、聞いたあなた。俺だってさ、ずっとさ、トントコトントントントコトントって言ったら誰がトントコトンや、ほんと。あんたほんと。え？ハッケよー、残った。やだ。あまみちゃん、ありがとう。今はどうすんの？明日サニーマンと誰？サニーマン、DJ さんのお父さん。あー、コラボするの朝から？
お昼から。お昼から。マミチャリがとるなチャリがと。あそう。無今日寒いよね。寒い。どこホテルどこなの？銀座。あら。え銀座？近い近い。そう。一緒に帰れば。一緒に帰れるよ。中村君貸してあげる。いいよ。いいじゃん。いいよ。ただのサリーからいいからいいから。いいからいいじゃん。あら、ジェイちゃんありがとう、イルミネーションだけありがとう、どやっさどやっさどやっさありがとう。え、枠つければ枠つけませんから、なんでよ、すぐ落ちちゃうから。そうなの、うん、ね、困ってるのよ、彼女。ちっちゃな横にいるとめちゃくちゃちっちゃく、彼女困ってるのよ。ね、住むところがないの。どれ今、マミちゃんありがとう。働く場所もなくて困ってるのよ。そうよ、困っちゃってんのよ。借金もあるのね。借金もあって不安ってやってるけど、あんたみたいに飛んでないのよ、ほんと。ちょっともらえな、10万ぐらいお金。とりあえずあのカバンの中に手入れな。そうよ、カバンの中に取り放題よ、あれ。そうよ、とりあえず適当に手って取ったら10万出てくる、ね、手掴みであれだよね、手掴みで持ったやつのお金を全部、ね、そう、持ったやつ全部それもらいますよ、ちょっととりあえずそれ、これギュッとそう、ギュッとポイってね。そうね、だからそうよ、緊張してるんだ、ね、帰るの？今すぐそこで食べていただけたらもう帰るの？帰るの？じゃあ中村くんも一緒に。何よ、夏に付き合いみたいになってるやん。じゃあ銀座だったらすぐだもんだって。だからひーちゃんが送ってってくれるのよ。でも違うわ。じゃあダメ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 よ、車ダメよ。ひーちゃんがなんか送ってってくれる。アホ添えれるじゃないの、いつもそういうなんか、そういう約束じゃないの、あんた。ほんとあんた行きなさいよ。いや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 、ほらほらほらな、なんどうしたの、嫌なんでしょ、汚いから。汚くはないよ、うん、俺でいいか、これ。いや嫌なんだって、ミスブラシになっちゃうからこれね、一緒に言うと。偽物ってそういう思っちゃうでしょ。あ、マミータナビありがとう、どやさどやさどやさありがとう、ありがとう。歌舞伎町、歌舞伎町にいるの。あ、マミーちゃんありがとう、帰っちゃうの、あんた。あら、何しに来たん。なんだ。いやいや、なんか一瞬待つとすれ違うんやったら。マミーちゃん、あら花見ありがとう。スナちゃん、お風呂に入れなさい、あんた。スナちゃん、ありがとう。入れてきたらいいや、なんか。スナちゃん、スナちゃんの。何よ、マミーちゃん、ありがとう。ちょっとなんかご飯ぐらい来たかったわね。そう、飯。飯、行っちゃってさせなかったっすね。え、今ご飯食べてきて、一人で。このお腹空いたわ。おられだとして。マミちゃん、ありがとう、どやさどやさどや、まさか、まさかよ、私も払うから、マミちゃんありがとう。俺はひーちゃんに払ってもらうから大丈夫。そう、おっ、それでうんうんじゃないの、うんうんじゃないの、うんじゃん。あ、マミちゃん、何これ、マミちゃん、やだやだ、アムチンが行くわけないって言ってるよ。あら、リスナーさんがアムチンがご飯なんか行くわけない。あらなんか変な風になるやん。あらあらいいじゃん、ご飯ぐらい。嫌なのこの3人行くの、嫌なんでしょ。いや全然別に。ねえ、なんなのこれ。え、全然別に嫌。ダメなのこの三泊取りを。いや全然嫌ダメなの。いや本当全然嫌って言ってた。全然嫌。どこ行くの、逃げる気やんな。どこ行くの、あんた、どこ行くの、あんた、どこ行くの、あんた、あんた、どこ行くのよ、あたぁ。ほんとご飯行ってきりや。じゃあ、あんて行かないのご飯。どれ先行ったとこ行きや、配信でこれ。なんでそういうこと言うのよ。え、行けばいいじゃん、4人でまた。半端に行けんねん。ちょ、なんか食べれん、デザートなんかあるじゃない、甘いの。なんで帰りたいのよ。何してんの、さっきからこんなところに。え、もう向こう帰ろ帰ろコメントらしいよ。嘘だろ。来たもんだって、私のところに。もう流れてないんだから。え、来たわよ、来たわよ、やばいよ、来たわよ、こっち来たわよ、帰ろしか流れてない向こうがあって言って大変なことになってる、あっち。ほんとよ、帰ろ帰ろよ、帰ろコールよ、帰ろコール、帰ろ帰ろってなってるのよ、あんた。そうね、帰らせよっか。うん、寒いち、寒いしね。またね、行かないように気をつけてね。はい、じゃあね。逃げてったわ、逃げてたよ、あんた。ああなるんだ、だから皆さん、ああいうふうになるのよ。
わかる、ああいう風になんのよ。わかる、イケメンはだからああいう風になんのよ、皆さんわかるでしょ。走って逃げたわ、走って。ああいう風になんのよ、皆さん。結局はイケメンはそうよね。え、血統書は難しいんで、扱いは雑種だから楽なんだよ。殴っても叩いても別にいいんだよね。そこら辺のもの詳しくないこれね、うん、こう置いてね。そうだよ、ほんと。なんかどんどん寒くなってない？何？どんどん外が寒くなってる。どん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 寒くなっていってる。お腹空いてる？お腹空いてないけど。いらないの？ご飯いいの？いらないの？大丈夫。大丈夫なの？ご飯もうホテル帰る？あ、あ、さやちゃんありがとう。ホテルへいいの？行かなくて大丈夫。ほんと？で、反射すれば？ホテル戻ったら、戻ったらね、あんたすんの配信？何が？すれば配信。あなた今もう帰るじゃん。だって帰り道すれば。帰り道だ。さやち、じゃあ帰り道します。帰り道の、さやちゃんありがとう。今つければ帰り道。疲れた私ね。誰もしないし、やってよ。ちょっと、ちょっとね。私なんかいつも毎日8時間も配信やってる。何時間配信してる？配信。うわ、わせいちゃんから来てた。わせいちゃんからいつの間に。あ、なんて？あー、うん、あ、私もう LINE 来た。私、ホテル返す。あ、来た。あ、OK、うん、で、返す。グラコロ食べる？マック好きなの？嫌い？マック、グラコロでかって。グラコロ食べたことない。美味しいよ、グラコロ。食べれば？グラコロは？持って帰る？グラコロ。帰る？じゃあマック買って、じゃあ後にしつけて。早く。早く。マック。特命さん10個ありがとう。マック、マック。大丈夫よ。寒いね。何が私だ？あんた！あんた！ほんとあんた！ほんとあんた！ねえ。マックで、じゃあマック、じゃあいいから。マック食べさせてあげたいの。私はいらないけど。俺もいらないけど。私はなんで食べなさい。あ、ジェイちゃん、ナビありがとう。ドヤさん、ドヤさん、ドヤさん、ありがとう。じゃあ、あんたマック食いなさいよ。じゃあ、分かったわよ。じゃあ、私は食べれないんだよ、食べたくても。食べて代わりに。新宿警察署です。良識ある、あったかいんだから。グラコロ美味しいよね。グラコロ美味しいよね。グラコロ美味しい。そうそう。犯罪に巻き込まれないようにするため、今日発売したばっかだから。あ、グラコロのレビューすればね。そうそう、マックの新メニューすればいいじゃんね。グラコロ。ビールダメ。ビールはもうダメ。もう禁止。ビールもダメ。そうそう、もう自分でもうね、買わないとダメよこれは。あの、中村くんが枠つけます。皆さん枠切り替えましょう。失礼します。皆さん、中村くん40キロになったデートね。何が40キロになったデートね。そう、40キロになったデートね。移動してください。皆さんお疲れ様でした。あ、切るの？うん、あ、あっちほら、ついたから。あ、そう、こっち。あ、切り替えたの。もう疲れたからね。そうそう、